今から予算委員会会を開会いたします平成28年度一般会計予算、平成28年度特別会計予算、平成28年度政府関係機関予算、以上3案を <coughs> 一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。 辰巳太郎君の日本共産党の辰巳孝太郎でございます。一昨年9月、千葉県銚子市で起こった無理心中未遂事件を昨年に引き続いて取り上げます。これは県営住宅在住の母親が当時13歳の娘の首を絞めて殺害したものであります。母子家庭の2人暮らしで家賃を滞納し、その日は県営住宅からの強制退去が執行される日でありました。 その時自宅に入った荷物などの運搬を行う業者の後半での証言によりますと、母親は娘が映ったテレビの画面を指して、これ、うちの子なの、頭に巻いている鉢巻きで首を絞めちゃったと言い,い、なぜこんなことをしたのとの質問に母親は反応せず、娘を触ったり、頭を撫でたり、毛布をかけたりしていたとのことであります。 家を失ったら生きてはいけないと思い詰めての無理真珠未遂事件であります行政の対応についてその後判明した事実を踏まえて正してまいります公営住宅を管轄する国交大臣福祉部局を管轄する厚労大臣こういう事件は二度と起こしてはならないと考えますがいかがですか塩崎厚生労働大臣 <coughs> あ石井国土交通大臣 えー、ご指摘のような痛ましい事件が起きてしまったことは極めて残念に思います、えー、公営住宅の滞納家賃の徴収に当たりましては入居者の置かれている状況に十分配慮しながら行うことが重要だと考えます、えー、今回のような事件が二度と起きないようこの事件後の平成26年11月に改めて地方公共団体宛てに通知を出しまして 入居者の収入等の状況や事情を十分に把握した上で、適切な措置を取るよう要請したところでございます塩崎厚生労働大臣。あのご指摘の誠に痛ましい事件につきましては、重ねてお悔やみ申し上げるとともに、再びこうした事件が起きてはならないものだというふうに認識をしているところでございます。生活保護制度に においては、福祉事務所において相談者の生活状況を丁寧に把握をして、生活保護の仕組みについて理解が得られるように十分説明をする、そ,れそして同時に支援を必要とする方の情報が、福祉事務所につながるように、関係機関等との連絡、連携を図ることをとしているわけでございまして、生活保護の申請に至らなかった場合においても、 生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機,構機関が、自治体、地方自治体の民生部局、住宅部局、学校、民生委員などと連携をしながら支援を行っていくことも重要と考えております。福祉事務所や自立相談支援機,構機関による重層的な対応が的確になされるように、 適切な窓口対応や関係機関間の連携促進について、引き続き、全国会議等のあらゆる機会を捉えて、周知徹底をしてまいりたいと思っております田幸太郎君政府は、町内及び町外関係機関との密接な連携体制が構築されていれば、未然に防ぐことができた事案と考えられると、制度上の問題を認めております。では具体的にどのような連携が必要だったと考えているんでしょうか。 厚生労働省石井社会援護局長。 お答え申し上げます、えー、まさに先生がご指摘のように、町内、町外の連携体制、この強化が必要ということでございまして、具体的には、本般はあの住宅部局と民生部局の連携がございます。えー、また今あの昨今におきましては、生活困窮者自立支援制度とにもできておりますので、その制度の活用によって、幅広く連携を取っていく、具体的に民生委員とか学校とかそういうところも含めた連携を取っていくことが肝要かと思っているところでございます。 辰巳太郎君今、生活困窮者自立支援法という話がありましたが、私たちはこの法律、他方多施策優先を口実として、生活保護を利用すべき人が受けられずに、支援事業に誘導され、保護の申請権が侵害されるのではないかと反対をいたしました。支援事業者の資格基準もないので、そもそも生活保護制度を熟知しているのかさえわからない。 貧困ビジネスが拡大する恐れを指摘をしておきたいと思います行政がここを入り口としましてしまうことの危険性を改めて指摘をしておきたいと思います厚労大臣もう一度聞きます今の対策で二度と事故は起きないと言えるんですか塩崎厚生労働大臣先ほど申し上げたようにあの全国会議などを通じて地方公共団体の担当部局に対して 周知徹底を図っているところでございまして、万全を期してまいりたいというふうに思っております辰巳幸太郎君。生活に困窮された方を最後に対応するのは、福祉事務所であります。母親は2度にわたって長寿福、長子市社会福祉課に生活保護の申請の相談に行っております。こここででのの対応が親親子ににととって決定的的あり改善されないと最終はは救えません母親は なぜ生活保護の申請ができなかったんですか社会援護局長本件につきまして、あの千葉県を通じて銚子市に確認をしたところあの、相談者は生活保護制度の内容を聞きたいということで、福祉事務所に代表されたものでございまして、福祉事務所からは制度の概要を説明した結果、 ご本人でございますが、今後何かあれば、来所しますということで、面接を終了したとの報告を受けているところでございます辰巳孝太郎君。いずれも収入があるからだめ、あなたの場合は支払われる額はない気がするなどと言われて、申請せずに帰っております。厚労省これは適切な対応ですか社会援護局長 本件につきまして、やはり千葉県を通じて、銚子市に確認をしているところでございますが、その事実関係については、あの正直なところ申しまして、明確なところ、確認するに至ってないわけでございますが、ただ、いずれにしましても、法律上認められた保護の新政権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も、現に慎しむべきであるものと考えておりまして、ここは重ねてさまざまな機会を捉えて、周知、また文書などでも徹底を図っているところでございます。 辰巳孝太郎君母がその時すでに国民健康保険料を滞納しており短期保険証を受け取ってその部局から福祉課に行きなさいと言われて生活保護のところに行っております福祉課は国保料の滞納を知らなかったんですか社会援護局長 これにつきましても、銚子市に千葉県を通じて確認をしたものでございますけれども、当該世帯の国保の滞納状況につきましては、把握をしていたとの報告を受けております。しかしながら、この本件事案でございますが、相談者は生活保護制度の内容を聞きたいということで、福祉事務所に来所したということでございまして、先ほどと答弁同じでございますけれども、今後何かあれば来所するということで、相談者は申請をすることなく、面接を終了したというふうに聞いているところでございます。 辰巳幸太郎君制度上のことを聞きますが、生活保護が認定されれば、国民健康保険料はどうなりますか、はい、石井局長。減免措置の対象になるというふうに理解をいたしております辰巳幸太郎君。免除になるということですね、えー、福祉課は国保料の滞納もしていたと、じゃあ、その生活保護が認められれば、国保料は免除されることを、福祉課は伝えたんですか。 石井局長このことにつきましては、現在、千葉県を通じて銚子市に確認をしているところでございますが、あの相談者が福祉事務所へ来所したときのこの相談記録におきましては、国保の保険料の免除の説明を行ったという記録は記載されておりません。相談対応者が口頭でその旨、説明をしたかどうかについて、今の時点では確認ができてないところでございます。 太郎君してないんですよ、家賃も滞納して、短期証も発行されてる、それだけ困窮した母親が生活保護の申請に伺って、概要だけ聞いて帰ったというのはね、ありえない話なんです、つまり、福祉課はです、ね、国保料は生活保護を申請して認定されれば、これは免除されるということを伝えてないということは、私はもうこれ、教授義務違反であり、生活保護を必要としてる母親を追い返したと。 いうこととに等しいと思いい思ますいくら町内外の連携を促進しようとしても、最後のセーフティーネットである生活保護を申請する福祉部局で、このような対応されれば、救える命も救えないと思います、これ、教授、義務違反じゃないですか。社会援護局長 先ほど何度か申し上げておりますが、その当,当,時,当時のです、ね、事実関係については、確認がなかなか取りきれないところはございます。そういう意味では、教授批判という形でこう断定することは、今の時点では難しいのではないかなと思っております田澄孝太郎君。今回の事件はです、ね、居住確保がいかに重要かということも浮き彫りになりました。この世帯は年3月にに入居が取り消しになった時点で 8ヶ月滞納11万 5, 円がありましたしかし、収入が乏しいので、家賃減額を申請すれば、家賃が減額になっていたと思われます。しかし、してなかったわけですね。この世帯にとって、これからの家賃の減額だけではなくて、払えずに滞納した家賃が減額になるかどうかも重要だったと私は思います。えー、家賃減額の遡っての適用、訴求は法律上どのように位置づけられてますか。 国土交通省、住宅局長お答えいたします。公営住宅のや家賃の減免につきましては、えー、公営住宅法第16条4項におきまして、事業主体でございます地方公共団体は、病気にかかっていることその他、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免することができるというふうに規定されております。また家賃の減免方法など 家賃にににに関すするる事項項つききまままししててては道の第基づ地方公共団体が条例で定めとということにされております家賃減免を訴求するか否かという点のお尋ねかと思いますが、この点につきましては、まさに具体的な家賃減免の取り扱いそのものでございますので、地方公共団体の判断により可能であるというふうに考えております辰巳孝太郎君。千葉県では訴求はできたんですか。 住宅局長ご指摘の事件におきましては、家賃減免を訴求することは行われておりません、この件につきましては、滞納され始めた後に、事情を聞きたいという旨の文書を、公営住宅部局が通知をいたしておりますけれども、ご本人からは連絡はいただけず、また相談ができなかったということで。 訴求の前のまさに減免そのものが行われていないという状況でございます辰巳太郎君千葉県の制度としては、訴求はできるんですか住宅局長千葉県の減免及び徴収猶予の基準要項を見ますと。 家賃および資金の減免等を受けようとするものは、原則として減免等を受けようとする日の前月の15日まで申請させるものとするとございます、原則的には前の月に申請をして、その翌月から減免なりが行われるということになっております、あとはその原則としての運用の問題だというふうに考えております辰巳孝太郎君。訴求はできなかったんですよ、条例で制度として千葉県は、それで各自治体の各々の判断でできるということですから。 厚生労働大臣、これ、訴求制度を法律なりなんなり改正して、これ、制度化すべきじゃないですかね石井国土交通大臣あの。家賃減免の訴求するか否かについては、具体的な家賃減免の取り扱いになりますので、これは法律を改正せずとも、地方公共団体の判断により対応可能でございます。 井幸太郎君これ、イニシアチブとってやらないとだめだと思いますよ、問題まだあります。県が2013年3月5日に明け渡し請求を行った後わずか26日後に入居の許可が取り消されております。そして、強制執行の当日である2014年9月24日までの間、県の職員はただの一度も母親に会っておりません。入居許可の取り消しや強制退去をするようなときは、必ず滞納者本人と面談すべきじゃないでしょうか。 石井大臣、えー、公営住宅の家賃をやむを得ず支払えない状況にある方については、明け渡し請求に至る前の段階で、その収入等の状況や事情を十分に把握することが重要であります。えー、こういった観点から、国土交通省といたしましては、平成26年11月に改めて、地方公共団体宛てに通知を出しまして、えー、入居者の置かれている状況に応じて、 個別具体的な家賃の納付指導を行い、必要に応じて訪問を行うこと,となどを要請をしているところでございます。このように、特に公営住宅の入居者に家賃の滞納がある場合には、明け渡し請求に至る前の段階で、訪問等により、入居者の状況事情等の把握に努めることが重要でありまして、この通知の趣旨を徹底してまいりたいと思います。 井幸太郎君訪問だけじゃなくて、面会、面談すべきじゃないですか。石井大臣まあ申し上げたようにその、えーまあ、入居者の事情の把握に努めるということが重要でございますから、まあ、訪問をしてです、ね、訪問するということは当然、その挨拶だけじゃなくて、その方の状況をよく聞くということでございます。 辰巳幸太郎君面談しない限り、そういう手続きは取らないということだと思います。住宅確保配慮者に対する住宅セーフティーネット法では、えー、要配慮者への対応をどのように定めていますか住宅局長。お答えいたします。いわゆる住宅セーフティーネット法第8条には 住宅確保・要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携という規定がございます。具体的には、国及び地方公共団体は、住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するにあたっては、住宅確保・要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保・要配慮者の福祉に関する施策、その他の住宅確保・要配慮者の生活の安定及び 向上に関する施策、並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならないというふうに規定されております辰巳幸太郎君では、強制体験の前に、この法に則っ,った適切な居住支援を行うべきだったんじゃないですか石井大臣、えー。公営住宅は住宅セーフティーネットの根幹でございますので、 家賃をやむを得ず支払わない、支払えない方に対しては、できる限り早期の対応が重要でございます。その際、住宅セクティネット法の趣旨を踏まえ、福祉施策との連携を図ることも重要であります。えー、ま先ほどから申し上げておりますように、平成26年の11月に、地方公共団体宛てに通知を出しまして、えー、入居者の収入との状況や事情を十分に把握すること、 やむをえず家賃を支払わない者に対しては、民生部局と十分な連携を図りつつ、家賃の軽減措置を講じること、特に困窮度が高い世帯については、生活保護など、居住の安定のための支援策の情報提供等を行うことなどについて要請をしているところでございます。 えー、民生部局と連携した上で、できる限り早期に適切な対応を講じていただきたいというふうに考えておりますし、国土交通省といたしましても、説明会との機会を通じ,通じまして、引き続き通知の趣旨を徹底していきたいと思っております辰巳孝太郎君。居住支援は行うんですか、改めてもう一回強制撤去などのとき、居住支援を必ず行ってほしいんです。 住宅局長お答えいたしますあの本件は住宅セーフティネットのいわば最後のとりでございます、公営住宅に居住をされておられて、でその方があのまあ家賃の減免の措置も受けられないままにま、不幸な事態に陥ったということでございますので、まあ、いわばセーフティネットの最後の部分、 としての公営住宅の機能が残念ながら、こういう結果に終わってしまったということになっているということかというふうに存じておりま厚見孝太郎君。答えてないんですがね、これ、公営住宅だけじゃなくて、民間住宅でも一緒なんです、強制体系のような、そういうことをやるときには、やる時には必ず居住支援をすべきだというふうに言っておきたいと思います。えー 次に、家賃の徴収事務について聞いておきます。自治体によっては、家賃の徴収義務を民間事業者に担わせているところもあります。民間事業者は、家賃を徴収することを仕事としておりますけれども、この民間事業者が生活困窮者に対して、家賃滞納者に対して、民生支援、十分できるんでしょうか。石井大臣 滞納、えー、家賃の徴収に関する事務を民間事業者へ委託する場合、その具体的な事務の内容は地方公共団体と民間事業者との契約に基づくことになります。えー、国土交通省としましては、先ほどからあの申し上げているとおり、平成26年の11月に滞納家賃の徴収について、地方公共団体に宛てに通知を出しましたが、 えー、家賃の徴収業務を委託する地方公共団体と自宅する民間事業者の双方がですね、この通知の趣旨を果たしていただくことが家賃滞納者に対する適切な対応のために重要というふうに考えておりますこのため民間事業者との契約において例えば減免について相談があった場合は入居者の事情に応じて手続きその他必要な指導を行うことなどを規定することによりまして自宅する民間事業者が的確な 補助者と補助者としての役割を果たすことが可能であるというふうに考えております。先生辰巳孝太郎君。一人や家庭に支給される児童扶養手当について聞きます。児童扶養手当の目的は何でしょうか。厚生労働省雇用均等児童家庭局長。 児童扶養手当につきまして、あのご質問いただきました、えー、児童扶養手当の趣旨でございますが、これは児童扶養手当法第1条に規定でございます、えー。父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するということで、当該児童について児童扶養手当を支給し持って、児童の福祉の増進を図ることを目的とすると、このように規定されてございます厚見幸太郎君、生活の安定と。 いうことがありましたでは支給月と金額はどうですか雇用均等児童家庭局長 えっと、現行制度では、児童扶養手当の支給月は、毎年4月、8月、12月の年3回ということになってございます。でそれぞれの支給月にその月の前月までの4か月分を支払いするということになってございます。で支給額でございますが、現行制度ですと、子ども1人当たりで満額が4万2000円ということになりますので、お子様が1人いらっしゃる。 えー、父子家庭母子家庭ですと、1回当たりの支給額はその4倍、16万8000円ということになります。なお、お子様が2人の場合ですと、1人当たり5000円の加算がございますので、えー、5000円かける4 2万円が乗りますので、18万8000円ということになります。で、3人以上ですと、えー、お1人につき3000円の加算がございますので、例えば子どもが3人ということになりますと、1回当たりの支給額は20万円ということになります。 辰巳幸太郎君今う、皆さんのお手元に資料をつけております、昨年12月の朝日新聞の記事であります、この記事ではこうあります、家計を支えるための公的手当がまとめ支給であるがゆえに、公共料金などの滞納とまとめ払いを繰り返す不健全な家計運営を余儀なくされている、低所得者が陥りやすい心理や行動を考えると、えー、まとめ支給はまず避けておくべき点なのに、日本はなぜそのまま続いているのか。 などと識者の指摘を紹介しております。収入の増減の村が低所得者の生活設計を困難にするということであります。厚労省、大臣に聞きます。生活困窮者、一人は家庭が、家計管理の困難さを抱えやすいという認識はありますか。厚生労働大臣。あの、ひと親の。お 方々の多くは、経済的に厳しい状況にあることから、家計管理の支援をすることが重要だというふうに私どもは思っております。このため、昨年12月に決定をいたしました、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトにおきまして、一人親に対してファイナンシャルプランナーなどの専門家を活用した家計管理講習会。 を行う自治体の取り組みを支援することとしておりまして、こうした取り組みを通じて、ひとり親の皆さん方が自ら家計管理ができるように、えー、支援をしてまいりたいと考えているところでございます辰巳太郎君では、手当の支給回数が増えれば、低所得者にとっての、一人親家庭にとっての家計管理の困難さは軽減されると思いますか、生活の安定に寄与するんじゃないですか。 厚生労働大臣あの児童扶養手当の支給回数を増やすということについては、さまざ、あ、まご意見を頂戴しているわけでありますけれども、家計管理がしやすくなるというご指摘のような意見があることは、まあ、承知をしておりまして、一方でしかし、えー、支給額の総額が増えるわけではないわけでございますので、ひとり親の経済負担を、経済的負担を軽減するものではないわけであって、家計管理が困難な方を、困難なままにしておくことは、 適当ではないと考えておりまして、ひとり親家庭の自立を図る観点からは、支給回数の増加よりも、ひとり親が自ら計画的に家計管理をできるように支援をしていくということが必要ではないか、でいずれにしても来年度予算案に、えー、盛り込まれた児童扶養手当の確か化算額の拡充をはじめ、昨年12月に決定をした先ほどのわれわれ略称、すくすくサポートプロジェクト。 まあこれは子どもの安心と希望の実現プロジェクトでありますから、これを踏まえて、一人親家庭の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております辰巳幸太郎君いや、母子家庭に寄り添う目線を本当に持ってほしいと思うんですね。年金支給、1990年、年4回から6回に増やしました。なぜそうしたんですか 塩崎厚生労働大臣あの年金の支払いについては、これはまあ受給者サービスの改善を図るということで、えー、平成2年から年6回の支払いを行ってきているところで、えー、ございます。じゃあ、母子家庭に対してもやってくださいよ、やってあげてくださいよ。年年の年金審議会では 将来の年金毎月支払いへの対応ということもね、これまとめてんですよこういう要求だってあるんです年金受給者だけでだではなくて母子家庭の一人や家庭のこの児童扶養手当も支給回数を増やしていただきたいと思います公明党は2010年児童扶養手当法の一部を改正する法律案を参議院に議員立法で提出しておりますその中でこの児童扶養手当の年3回の支払いを6回にする ということを盛り込んでおります石井大臣法案提出の趣旨はどういうものだったんで石,石井国土交通大臣、えー、私は今国土交通大臣としてこの場におります所管外でございますので答弁は控えさせていただきます辰巳幸太郎君まあ公明党も提案してたということなんですねそれともう一つ支給間隔が大きくなることで 離婚直後から貧困に陥ってしまうということも、私は指摘したいと思います。11月1日に仮に、離婚届を出した母子家庭が初めての支給、これ、何月になりまカントリー局長。先ほど申し上げましたように、児童増え当たて年に4回の支給ということになります。あの 認定を請求した月の翌月から支給をするということになりますので、仮に11月の1費に新規申請があるということになりますと、12月分からの支払いということになります。で12月分の支払いは、12月、1月、2月、3月と、4か月分を次の4月に、まあ、先ほど申し上げました金額でお支払いをするということになります田巳孝太郎君。今、与党の方から、せめて2か月ぐらいにと。 いう話もありましたけれどもね、これ、4ヶ月後なんですよ、これ、預貯金があればいいんですけれども、結局なければお金借りるしかなくなります。先ほど、自負定の手当は生活の安定に寄与するためだという答弁がありましたから、その趣旨が最初から反映できない制度になっているということであります。政府は1億総活活躍躍社会ををを抱ええとりわけ女性のの訴えておららられます母子家庭をさらなな貧困に陥らせないための対策 これは絶対しゅぶるべきではないいと思います児童扶養手当を現在の年3回から6回にすることを強く求めて、私の質問を終わります以上で、辰巳孝太郎君の質疑は終了いたしました。 次に義間光雄君の質疑を行います義間光雄君はいありがとうございます、えー、大阪愛信の会の義間でございますえ今日はまず初めに憲法改正について、えー、少しく伺ってまいりたいと思いますえまず冒頭に安倍内閣の憲法改正に関する姿勢について伺っていきたいと思います 安倍総理は、昨年3月1日の衆議院での予算委員会で、民主党の委員とのやり取りの中で、どの項目から憲法改正を行うべきかについて、えー、答えて、会見発議に必要な3分の2のが可能となったものから、我々は憲法改正に取り組んでいきたいと述べられました。さらに安倍総理は、大阪市新の会の憲法改正にもほれ、 政治は現実であ,、えー、ありますから、われわれ、つまり自民党の憲法改正草案どおりに、一時一句ということにはならないとし、さまざまな意見や修正というものを取り入れながら努力をしていく、それが政治というもんだろうと、こうおっしゃっております。ここれかからのののののいいくつかの質問をいたしますが全てがて月1日の安倍総理の、えー 答弁を前提として問いますから、どうぞご理解とご答弁をいただきたいと思います。我々大阪一新の会は、地方文献、それから教育費の無償化、憲法裁判所の設置について、憲法改正を行うべきと考えております。もしこの3つのいずれかについて、会見を議に必要な要件が満たされているという確認ができたら、 安倍政権としてその項目、つまり三か、えー、3項目から憲法改正に取り組む考えが終わりなのかどうかをお伺いいたします。また地方分権や教育の無償化についても自民党の憲法改正草案に書いてはない、えー、事項であっても我々が提案する三改,改正案の三分の二を形成することに適当であれば自民党の草案の修正の努力をして。 受け入れていくというような認識で、理解でよろしいかどうか、えー、菅官房長官、安倍政権のご認識を賜りたいと思います菅内閣官房長官、まあ。自由民主党は、まさに立党以来、憲法改正を当時として、す、え、で、ー、に改正草案を発表をいたしております。 今、委員からご指摘がありました総理の発言でありますけれども、総理はそうした委員会の中で、憲法改正について大切なことは、与党だけでなく、御党をはじめ多くの党、会派の支持をいただき、そして国民の皆さんの理解と議論が深まる、こんなことが極めて大事だということを申し上げております。個別の議議論論ににについいいてては憲法会お政党界で大いに議論を 深めていただくものであり、いずれにしても、どの条項についていつ改正するか、そうした具体的な改正内容や時期については、まさに審査会の議論、そして国民的議論の理解と深まりの中で、おのずと定まってくるんだろうというふうに考えております。新ししいいい時代ににふさわしい憲法のあり方については本当はじめ与野党で活発な 議論をすることを期待をしたいというのが総理の趣旨だと思います今水君あのおっしゃることはよく分かるんでありますが、私が聞いているのは、われわれが提案する3つの改正案、これが3分の2の条件が満たされば、これも改正の中に入るということの認識で、えー、いいのかどうか。あの 憲法審査会ででで議論を重ねて、ててそれで合意をしいいくくののは当然の手続きでよく知っています。ところがせっかく私ども、こういうことで、あの安倍総理自ら、自分の代で憲法を改正するんだとおっしゃっておるんで、えー、いつまで続くかはわかりませんが、早めに私どももこれを提案して、現地を確認しながら、ですね、3分の2の中に入っていけたらいいなと、こういう思いなんですね、もう一度お答えいただけませんか。 菅内閣官房長官。総理の憲法改正へのその思いでありますけれども、そこはあの立党以来、自民党のまさに当然でありますから、あそういう思いの中で示したところを先ほど申し上げました。しかし、これはあの3分の2を超えなければならないわけでありますので、 そこはやはり憲法審査会の中で議論をして、そしてそこでまとまると同時に国民の皆さんの理解を深めていくことも、ここは極めて大事である、こうしたことを申し上げたのでありますし、新しい時代にふさわしい憲法、本当をはじめ、そうした憲法審査会の中で、やはりしっかり議論をして、 えー、そこの3分の2を超える方向で出ること、そしてまた国民の理解が深まる、ここが大事だというふうに思いま官房長官、次の件もあって、これいきますけれどあの自民党は結党以来、憲法改正テーマにした、これ、私も、えー、自民党長くおりましたから、よく理解できるんですが。 歴代の総理で,です、ね、自分の時代で憲法を変えられる分だけ変えるっておっしゃったのは、安倍さん総理、いや僕は初めてだと思うんですね。それだけにある程度タイムリミットがあっていいだろう、そのためには憲法審査会ももっとスピードアップしなきゃならんだろう、スピードを出してくれということも一つの方法だと思うんですね。そういういいいこととを一つ本気度を示してたただきたいとこう思います次に進みます 地方文献や当事機構にあるいは教育の無償化についても質問をさせていただきますが、えー、私ども、大阪維新の会の改正理念のには2つありましてね、えー、1つは東京一極集中の国から、多極分散型の国へという理念であります。石破,総理、えー、石破大臣に勤務 <laughs> ありますけれど。 お伺いしたいんでありますが、人口がですね、地方の人口がもうどん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 減少していって、疲弊しきってんですね、それで地方創生政策が出てくると思うんですが、この地方の組織を根本を定める、根本さでも憲法の改正することで、この日本という国の形から、 多国分散型へ変えていく一極集中からですね変えていくつまり地方の比喩を止めて、えー、多極分散型にすることを憲法に定めるべきであるとそういう考え方でありますまたこのことが地方創生より充実し確実にし促進をしていくと思うんでありますが柴大臣のご所見をいただきたいと思います石破地方創生担当大臣 国務大臣としてお答えすることが適当かどうか分かりませんが、同州生担当並びに、方創生担当大臣としてお答えをさせていただきます。私もあの自民党の憲法改正総案の起訴委員の一人でもございましたで。日本全国47都道府県で、2025年まで人口が増えていたのは沖縄県だけでございまして、あとは全部減少ということになっております。その時に、東京の一極集中を是正をして、 多局分散の国土を作るというのは私は私国家の持続可能性を維持するためにどうしても必要なものなのであって、従来の一極集中の是正と今回の地方創生は、趣を異にするといいますか、このままいったら国家そのものが崩壊するという危機感に基づいておるところでございます。私どもの憲法改正総和におきましては の地方自治のところでの、自民党の解説風になって恐縮ですが、地方自治体は基礎地方自治体および これを包括する広域地方自治体とすることを基本としその種類は法律で定めるというふうに書いておりましてこの広域地方自治体の中に同州も入るという考え方を取っているところでございますただ私どもといたしまして現行憲法のままでも同州制というものは不可能ではないという考え方を取っているところでございまして同州制につきましては国会におきます議論というものを受けたまりながらまた私どもとしても考えを深めてまいり国民のご理解を頂戴したいと考えているところでございます 今のところ、あとで聞くつもりでしたが、先取りされましたから、そのまま質問させていただきますけれど、これはやっぱり、憲法92条を改正し、同州と基礎自治体の二層制を取っていこうと、位置づけていこうというのがわれわれの考え方で、したがって、え、ー 住民自治体が自治体が自ら自治体の組織改編をやっていける、あるいは地方公共団体という呼び方についても、例えば中央政府、中央政府という呼び方で、同州性を行い、地方分権を行っていかなければ、なかなか今おっしゃる地方創生が、えー、目的を達成できないと、こういう認識でありますが、あの首相大臣としてのですね、こうあってほしいというものを、 聞かせていただきたいと思います。石破大臣。石破大臣。石破大臣。すいません、大変失礼いたしました。あの、私は。中央政府という言い方をするとするならば。やはり外交、安全保障、通貨財政。それに集中すべきという考え方も。 ありりると思っておりますで衆議院の方でも、地方創生特別委員会でこの議論は相当今日もいたしておりますが、のニアイズベターといいますか、住民に身近な行政は近くでやったほうがいいと、そして国家の基本というものは、中央政府でやったほうがいいと、そうすると、の問題は委員も町長を務めていらっしゃいましたので、よくご案内のことかと思いますが、のなぜ、 基礎自治体たる。 町村会、あるいは町村議長会が圧倒的に反対をしておられるのかということに、私どもとして思いをいたさなばいけないことだと思っています。二層制というものを取りましたときに、またあの大阪維新の会の皆様方のお考えをご教示いただきたいと思いますが、中央政府と基礎自治体、あるいは中央政府と同州と基礎自治体、それがどういう関係に立っていくのかという点につきまして、私のお理解が不十分なのかもしれません。ままたたご教示を賜りたいと存じます 今光雄君あの町村は町会は、同州制に反対でしたが、私、市長でしたから、市長会は賛成したんですよ。<laughs> いうことで、えー、同じことをですね、もう時間もないんですが、えー、端的に総務大臣、聞けませんか高市総務大臣。 えまあこの国と地方の役割分担ということですが、えー、日本国憲法第92条の地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるという規定に基づいて、地方自治法の第1条の2において規定されています、まあ、これは議問委員も十分ご承知のことですが、まあ、具体的に、国がえー国際社会における国家としての存立に関わる事務、えー 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動、地方自治に関する基本的な純則に関する事務、全国的な規模、指定に立って行わなければならない施策および事業の実施、えー、と国が本来、果たすべき役割を重点的に担い、えー、住民に身近な行政をできる限り、地方公共団体に委ねるということを基本としています。地方公共団体の、えー、との間で ですね、国とまあ適切に役割分担をしなければならないと考えております、まあ、憲法に関してでございますが、まあ、残念ながら内閣に発議権がございませんので、まだあの国会の中でまあ十分な、えー、議論が、えー、なされることを期待申し上げております光澄君の、ここも先の柴大臣と一緒なんですが。 憲法云々で聞いたんじゃなしに、まあ、それに関わる訴訟大臣としての所見をいただきたかったんですね、えー、まあ次に進みたいと思います。えー、学校教育の日の完全無償化についてえ伺いますが、今やこう6名に1人が貧困状態であると言われております。えー、そんななような状況のの中で教育の機,、えー、機械均等が 非常に損なわれているというような現況だと思うんです。就学前の教育は、その後の人生の人格を極める、極めて重要な時期なんですね。そういう認識をしております。ところが、えー、現憲法では義務費だけが,が担保されていて、高等学校や大学やという重要な教育機関では担保されてないんですよ。私はそれ高校大学まで 国で、えー、無償化して担保していく、憲法に定めるということが必要だと思うんですが、少々大臣としての所感を賜りたいと思いま長谷文部科学大臣。誰もが家庭の経済事情に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられることは大変重要であります。このため幼児期から 高等教育段階までの切れ目のない形での教育費負担軽減として、平成28年度予算案では、幼児教育無償化の段階的推進、高校生等、奨学給付金の拡充、大学等における授業料減免や無利子奨学金の拡充等を盛り込んでおります。なお、憲法改正には国民の理解が不可欠であり、 具体的な改正の内容についても、国会や国民的な議論の深まりの中で、おのずと定まってくるものと考えております。木間光夫君あの。ご指摘のとおりです、ね、親の経済的事情で子どもの教育金庫を失っては少なくてはならないと思いますね。そこでですね、あのこの教育費の無償化。 あるいは地方文献、これはもう社会的要請が十分でね、この立法事実も整えられてると思うんですよ、したがって今言う援助とか、あのそういうこと、減免とかじゃなしに、完全に無償化をして、大学まで出してやる、えー、その後にそに、なんていうか、それぞれの専門分野で競争していく、もちろん最初から競争なんですが、さらに高みを求めていくと。 いうようなことをした方が良い,良いのではないかと思ったりいたしておりますから、どうぞそれへのご配慮もいただきたいと思います。時間がないんで、先に進みますけど、地方文献は沸騰しまして、えー、地方代表のとる参議院との関係を少し言わせてください。異をとしましたら、時間になりましたから。<laughs> もう終わりますけど、あのですね少数政党で時間が少ないものですから、はいあの、シリーズものにしていきたいと思います、<laughs> 連続ものにしていきたいと思いますが、続きはまた次に、どうもありがとうございました以上で、儀満光夫君の質疑は終了いたしました。 次に川田隆平君の質疑を行います川田隆平君、はい、維新の党の川田隆平です私もシリーズもので前回時間切れで質問できなかったこのサッカーや野球場そして学校の校庭などに使われているこの人工芝グラウンドの黒ゴムチップの有害性について子供たちの命を守るために関係大臣に伺いますこのアメリカの消費者製品安全委員会は 先月の2月12日、この環境保護局、そして疾病対策センターと共同で、人工芝グラウンドの充填剤として使用されている黒ゴムチップの有害性について調査を開始すると発表いたしました。きっかけは、このワシントン大学の女子サッカー部に所属する2人のゴールキーパーが、悪性リンパ腫として診断をされて、そのサッカー部の首相がおかしいと思ってこの調べたところ、病気になった他の大学のサッカー選手、 38人が治療を受けたうち34人がゴールキーパーで全員ががんだったと、そしてこの血液性のがんであるリンパ腫は血流病が多かったということでこれがこの原因となってこの今のこのこ昨今のクロムチップの有害性というのが世界規模で社会問題となっているようです。資料の1をご覧ください ここに、まあ、このかつては、まあ、この人工芝というのは短かったそうなんですが、まあ、今、長くなっていてこの充填材としてこの砂が以前は使われていたようですけれどもそのさらにこのクッションを高めるためにこの第三世代と呼ばれているこの現在の,このロングパイルの人工芝においては砂の代わりにこの黒,ゴ黒ゴムチップが使用されているということです。実物はちょっっと袋の中置いてしまったんですけれどもあの さ,さっき持ってたんですけど、すみませんあのあの、カバンにちょっと入ってます、でそれをあの、かつてはあの充填剤この、使われてたこの,このチップなんですけれども、報道によるとです、ね、このハイタイヤを原料とするこの黒ゴムチップには、このベンゼン、カーボンブラック、この炭素微粒子鉛などが含まれており、この国際がん研究機関の発がん性リスク評価では、ベンゼンはグループ1、発がん性が認められる、またカーボンブラックと鉛はグループ 2B、発がん性の恐れがあるとのことです。 でこれ再び資料1をご覧いただきたいんですが、この黒ゴムチップは古びてくると、微小な黒いクズとなって空中に飛散して、ありがとうございます、この選手や子どもの髪や服に付着して、口の中から肺に入りますで、この資料の右下見てもらうと、このスライディングをしているこの選手からです、ね、この土のように、この、 浮き上がっているのが見えますけれども、これが黒ゴムチップでして、でこれが口の中に入ってしまうということですで。これがまず厚労大臣にお伺いします、お尋ねしますが、このベンゼン、カーボンブラック、鉛などが発がん物質であるのは事実でしょうか、また黒ゴムチップが血液性のがんであるリンパ腫や血血白血病との関係が疑われていますが、今回の報道について、どう受け止めていままますでででしょうかたこれれ日本同様の健康被害報告さていますでしょうか。ま 崎厚生労働大臣あの私ども、カーボンブラックと鉛についての発がん性についてのお尋ねを頂い,いておったので、それについてお答えを申し上げますと、ゴム製品の補強材として添加をされることが多いカーボンブラックの発がん性については、海外において人を対象とした複数の疫学調査結果がございまして、暴露と肺がん等の発がんの発生との関連を示唆するものと。 関連を示さないものと、示さないとするものの、双方が報告をされていると承知をしております。でなお、WHO の外部組織であります、国際がん研究機関、IARC によりますと、カーボンブラックは、動物試験の結果等から、人に対する発がん性が疑われるグループ 2B に分類をされておると承知をしております。鉛の 発言性につきましては、IARC によりますと、人に対する発言性がおそらくあるグループ 2A に分類をされているというふうに承知をしております川田隆平君。日本ではどうでしょうか。日本の被害について日本での被害を把握しています 厚生労働大臣あの今、アメリカのケースを申し上げましたが、日本ではそのようなあの調査をまだしていないということでございます川田龍平君。この健康被害はまだ報告されていないということでよろしいですね。そうしますとこの経産省にあの、財務大臣に伺いますが、この経産省が行った中国の大連でのハイタイヤの有害性分析では、鉛も検出されているそうです。 で財務大臣この2014年に中国から輸入されたタイヤというのは何本ありますでしょうか。あそう財務大臣昨年1654万本です。川田隆平君、私の方で調べたので4508。 458万本ということなんですけれども、中国からは、破砕済みのチップ状のものも輸入されていると思われ、この中国製のタイヤも黒ゴムチップの材料として使われている可能性が当然あると思います。で経産大臣、この黒ゴムチップには海外製品も含め、名前など人体に有害とされる重金属類や、発がん性が指摘されるカーボンブラックが含まれている可能性があると理解してよろしいでしょうか林経済産業大臣。 あのご指摘の黒ロコミチップは,はつ、うん、ハイタイヤをはじめ、さまざまな原材料から作られていると承知しております、えー。ハイタイヤにつきましては、タイヤを製造する際に強度を出すための添加剤として、カーボンブラックが一般的に使われていることから、ハイタイヤにもカーボンブラックが含まれていると認識しております。 あの他方国内で流通しているクロコムチップに名前などの重金属類が含まれているかどうかについては、経産省としてはこれまで調査を行って、えー、おりません。クロコムチップも含めて、人工芝に使われているすべての材料につき、その人体に与える影響について、日本の 国内製造メーカーーカが安全性を確認ししててるケースもあると承知しておりますあの具体的には、ゴムチップを用いる人工芝の国内市場の7割以上のシェアを占める大手2社においては、食品衛生法等で行われている安全性の試験と同様の試験を第三者機関において行い、安全性を確認しているというふうに聞いております。 川田隆平君次に環境大臣あの、この問題に10年以上前から警鐘を鳴らしてこられた、琵琶湖成形スポーツ大学の青木豊明名誉教授によると、まあ、山西雨で人工芝のクロゴムチップから有害な重金属類が環境中に溶け出す恐れがあるとのことです。で中央大学では、人工芝サッカー場ができて、まあ、その側溝から雨水、雨水が流れ込む小川のホタルがいなくなったとのことです。このこののとについて環環境境大大臣臣はどのよううな見解を持ちでしょうか丸川環境大臣 はい、あのご指摘の件については、現在、事実関係を把握しておりませんので、直ちに見解を申し上げることは困難でございますが、あの環境省として自治体と連携しながら、事実関係の確認としてまいります。 川田隆平君。え、ぜひ環境省としても、この原料の廃タイヤの処理、所管する省庁として有害性についてしっかり把握すべきだと思っています。え、続いて文科大臣に伺います。え、文科大臣には、この東京都の北区にある国立スポーツ科学センターの西岡フットサルコートで、もこれを採取してきたんですけれども。ここは今週から人工芝に入り替え,える工事に配慮ですが。充填剤は健康への安全性に配慮したものに切り替えるんでしょうか。以上。はぜい。文部科学大臣。 具体的に申し上げます。JSC においては、使用書で充填剤を黒ゴムチップと特殊調整検査を使用することとし、すでに特定業者と契約を締結しているところです。このため、例えば充填剤を変更する場合は、当該業者が取り扱っている材料を前提に、契約変更について協議する必要があります。 JSC が当該業者に仕様変更について問い合わせたところ当該業者が取り扱っている黒ゴムチップ以外の充填剤はココナッツとコルクの天然素材の充填剤があるが海外製で納品に発注後約2か月かかること追加経費として約300万円かかるとの回答でありました現時点で JSC においては 黒ゴミチップの有害性は認められていないものの、さまざまな状況を踏まえ、この今まで申し上げたとおり、使用を変更し、天然素材の充填剤に変更することも含めて検討を行っております。 川田隆平君文科省スポーツ庁では、多額の補助金で学校や地域などに人工芝グランドを整備していますが、これまでどれくらいの補助金を支出していますでしょうか派生文部科学大臣スポーツ振興、くじ、女性においては、地域スポーツ施設等の芝生化について支援しており、このうち人工芝化について、平成23年度から平成27年度の5年間で、 件約92億円を支援しておりますなお、学校施設環境改善交付金においては、芝張りを含む小中学校等の屋外教育環境施設等の整備を補助対象としておりますが、当該交付金は多様な事業を対象としており、内訳としての人工芝グラウンドの実績は把握しておりません。 川田隆平君ぜひこの資料の左下に、まあ、こうした子どもたちもです、ね、こういった人工芝で寝転んだりして遊んでいる場面もありますので、まあ、ぜひあのこういった問題について、あのこれ、質問をあの作るときにです、ね、やっぱいろんな省庁に問い合わせたところ、まあ、この問題はハイタイヤの処理までは環境省、その先の製品化は経産省、そしてその使用先は文科省、そしてそういった健康をつかそどっているまあ厚労省と。 まあ他省庁にわたっていて、この問題、なかなかえちゃんと統括取れていないところがありましたので、ぜひこの問題、しっかり内閣として取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたししまますありがとうございました以上で、川田隆平君の質疑は終了いたしました。次にま 政宗君君ののの質疑を行いいままますすす和田政宗君、はい、日本の和田政宗です、ま、ず学校事故の調査について聞きます東日本大震災で全校児童108人のうち74人が亡くなったり行方不明となった大川小学校をはじめ災害による学校事故やいじめなどによる自殺が繰り返されていますが教育委員会や行政が設置する第三者委員会の調査では、 強制力力や協力義務がががななくく結局原因究明が曖昧になっていることが多くられます私は再発防止につなげるためにも、運輸安全委員会のように、法律に基づいた強制力のある組織を、学校事故の調査においても作るべきではないかと考えますが、どうでしょうか長、文部科学大臣。文科省では、学校の管理下で発生したさまざまな事故の教訓を踏まえ、昨年度から、 学校事故対応に関すする調査研究を実施しております今後、同様のことが起こることのないよう、再発防止と事故後の対応のあり方について、今年度末に指針を取りまとめる予定であります。事故原因の究明のためには、できる限り迅速かつ確実に事実確認を行った上で、事故に至る過程や、 原因の分析のための調査を行うことが重要であり、本調査研究の有識者会議においては、公平性、中立性を確保した外部の専門家が参画した調査組織の設置が議論されているところであります。今後、指針の取りまとめを踏まえて、教育委員会等において原因究明のためのより実効性のある調査が 確実に行われるよう、本指針の趣旨の指導に努めてまいりたいと思います和田浅宗君。 あのご答弁、あのよく分かりますあの、ぜひ進めていただければというふうに思いますけれども、ご遺族の思いは原因や真実が知りたい、二度と同じ悲劇を繰り返してほしくないという思いですので、しっかりとした原因究明と再発防止につなげられる強力な組織、私がやはりこれ、作っていただきたいと思いますので、何卒とご検討をお願いしたいというふうに思います。次にに高市総務大臣が政治的公平性をを欠く放放送送繰り返した放送局に 電波停止を命じる可能性を言及したことについて聞きますこれは法人をとっての運用とあれれば当たり前の答弁でして私は前職が NHK でアナウンサーもやり記事も書き運用記事も書き自ら番組も作ってきましたけれども私の経験からしてもこの発言でテレビ局の報道が萎縮するなどはあり得ません日本のジャーナリズムはそんなにやわではありません もし実際に圧力がかかるようなことがあれば、何としてでもそれを跳ね返す気概や能力を持っておりますし、現場に携わる放送局員は、この発言は気にも留めず、精力的に報道を行っています。高市発言をけしからんと言っている人たちは、何か反対のための反対を行っているようで、ジャーナリズムの真の力を軽視しているのではないかと思います。高市大臣の答弁くらいで戦う段階ではありません。 そもそも電波停止が適用されるのは著しく政治的に不公平な放送が続いたり著しく事実に反する放送が続くなどの極めて稀な事態だと考えますがいきなり電波停止ではなくその前段階があるわけです慎重かつ段階を踏む運用がなされる旨確認します高石文部大臣あのありがとうございますあの私も えー、今放送事業者は教授をもって報道されるべきことをしっかり報道されていると存じますまた各キャスターの交番なども、えー、私の発言をきっかけにと取り沙汰をされていますがまあ2月のあの予算委員会が始まるより前に あのそういった番組改変についてはあの決まっていたようにまあ承知をいたしております。で、あのまあ実際に私自身の発言は、えー、放送法及び電波法を所管する、えー、大臣として、えー、まあその、えー、電波法七十六条まあおよび放送法百七十四条を、えー、まあ今後も適用しないかとまあこのように問われますと。 あのその条文がですね全く無効なものであると、えー、適用することはありえないと未来永劫ありえないということを言ってしまっては。 これはまた憲法第73条に、えー、抵触する可能性があると思いましたので、まあ、の法律そのものを無効だとはあの申し上げることができませんでした。あの一つの番組のみがです、ね、政治的に公平であることにまあ違反したということをもって、すぐさま、えー、例えば放送法174条のです、ね、業務停止命令や、 電波法76条のこの無線局運用停止命令、まあ、こういったことを行うということはまず考えられません。あのこれは2月9日の衆議院予算委員会をはじめです、ね、繰り返し答弁をさせていただいておりますが、放送法第4条違反にかかる放送法第174条及び電波法第76条の運用については、 法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分ではなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、 法律、遵守した放送は確保されないと認められるといった極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであると、まあ、これは従来からの考え方でございます。まあ、これまで放送法第4条違反として、電波法第76条第1項を適用した例もなく、 あの放送法は基本的に放送事業者の自主自立を基本とする枠組みでございますので、放送事業者が自らの責任に置かれて、えー、編集をされ、えー、また放送法を遵守していただけるものと考えておりますま宗君、はいえー、次に、7日に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解について聞きます。 委員会が事前に日本側に提示した最終見解案に、日本の皇位継承権が男系男子だけにあるのは女性への差別だとし、皇室典範の改正を求める記述があったというのは事実でしょうか岸田外務大臣。えー、これ、先週末の時点ですが、この委員会から提示があった最終見解のドラフトには、 公室転に関する言及がままれておりました、えーまあ、これを受けまして、我が法、ジュネーブ代表部から、この委員、えー、失礼女子差別撤廃委員会側に対しまして、えー、この皇室典範に関する記述を削除するよう申し入れを行いました、えー、そして、この今般、発出されました最終見解から、皇室典範への言及が落ちております。 まあ委員会側が我が方のこの申し入れを受け入れた結果であると認識をしております皇室典範への言及というのは、具体的にどんな内容でしょうか外務大臣。皇室典範について、えー、この。 この女,えー、女子に対するこの差別に関して、えー、言及がこのあったわけでありますが、あのー、我が国の,この、えー、皇室制度、あるいはこの諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史や伝統が背景にあるということ、えー、女子に対する差別を目的とするというようなこととは、えー、全く この別のことであるというようなことを、我が国の方から説明をさせていただいた、こういった次第でありますまだ君この最終見解案は、日本国の成り立ちや歴史、伝統、精神性についてあまりに無理解で、一国の皇位継承権にまで言及する、こんなことは断じて許せないわけですけれども、これについてさらなる対応、政府は考えているでしょうか岸田外務大臣。 えー、この女子差別てて撤廃委員会の議論におきましては、この最終見解が発出されるまでに、えー、対日審査が行われるなど、さまざまな議論が行われてきました、その議論の中で、一度も皇室転廃については取り上げられたことがありませんでした、それがいきなり最終見解に,、えー、のにおいて、まあ、ドラフトではありますが、出てきたということであり、 あり手続き的にも、これは問題があると認識をしております。内容についても先ほど申し上げたとおりであります。あのそして最終的には、これは最終見解,見解の中には入らなかったわけですので、今後とも我が国のこの皇室制度の在り方等について、我が国のこの国内の あありようについて、えー、しっかりと説明をし、えー、理解を得るべくう、努力は続けていきたいと考えます和田政盛君。この国連女子差別撤廃委員会の慰安婦についての最終見解については、政府はどのように考え、どのような対応を取るんでしょうか岸田外務大臣。えー この女子差別撤廃委員会の最終見解ですが、えー、この慰安婦問題につきましては、2月16日の対日審査において、えー、日本政府よりこの事実関係、政府の取り組みについてしっかり説明を行いました。あのその中で、えー、3月7日の最終見解におきましては、制、まあ、奴隷という表現はなく、えー、慰安婦、 英語でコンファート・ウィメンという用語に統一をされています。他方、この最終見解は、この日韓合意は、被害者を中心に据えたアプ,ローチにアプローチを採用していないと批判するなど、日本政府の説明内容を十分踏まえておらず、極めて遺憾であり、受け入れられないと考えています。あの日韓合意につきましては、パン議文・ギムン国連事務総長をはじめ、 米国、英国など多くの国がこれを歓迎をしております。国際社会の受け止め方とかけ離れており、見解中のこの批判、これは全く当たらないと考えております。あの遺憾であるという旨、我が国から委員会に対しまして、強く申し入れを行ったところであります和田政宗君、はい。 あの今回の最終見解につながる女子差別撤廃委員会からの質問事項に対する回答について、慰安婦に関する部分の提出が遅れた理由はなぜでしょうか、用意していた回答を日韓合意後に差し替えたのかどうか、差し替えた場合、何を削り、何を加えたんでしょうか岸田外務大臣 <laughs>、えー。この日韓、あ失礼、えー、女子差別撤廃委員会に対する えー、この回答ですが、これはあの、他の、えー、部分も含めまして、えー、この、ね、昨年末の日韓外相会談における、えー、日韓合意も踏まえ、併、えー、せてまとめて1月29日に提出をいたしました。と いいうようよなことはございませすべ、えー、てのお質問事項に対する回答を1月29日にまとめて提出をしております和田政宗君えと。これはの、ホームページに載っている回答書では、12月8日8日時点のものということで載ってるかと思うんですが、ちょっとあのそのあたりはまた確認して質問したいというふうに思います。ははいいいお願しまますす答えか岸田外務大臣 はいあのえー、っと一月二十九日の回答書の中に慰安婦以外の部分は十二月八日時点でまとめたものであるという注釈がついていますえそして慰安婦部分については一月二十八日に日韓合意が行われていますのでそれをまあまを えー、踏まえてまとめたということであります、えー、そしてそういった全体を1月29日にまとめて提出したということでありますあのですから1月に、えー、慰安婦以外の部分は12月8日時点での、えー、内容であるという注釈が1月29日の回答の中に含まれている、えー、こういったことでありますはい、和田和宗君 この回答について、文書で多くを記述せずに、杉山外務審議官の委員会での発言で、慰安婦の事実関係の核心部分を述べたのはなぜでしょうか岸田外務大臣、えー。この女子差別撤回委員,会委員会からの質問につきましては、当初から書面および口頭、両方で説明することになっておりました。ですから書面においても えー、この質問された事項について、誠実に、えー、答えたというふうに認識をしておりますし、えー、口頭におきましても、えー、この委員会のこの現場において、わ、えー、が国に、えー、寄せられた質問に対しまして、えー、しっかり答えたと考えています。それぞれ、えー、我が国に対する質問に、まあ、誠実に答えた結果であると認識をしています。 はい、村君それにしましても、回答文書がです、ね、私は簡略すぎるというふうに思うんですね、これ、回答文書にもしっかり書いて、発言でもしっかり述べるべきであったというふうに思いますが、外務省のホームページに、杉山審議官の委員会での発言について、英文のものを速やかに記載すべきであるというふうに思いますけれども、これ、時間がかかっているのはなぜなんでしょうか岸田外務大臣。えっと2月16日の この委員会での対日審査における質疑ですが、あの杉山外務審議官は、この質問に対しまして、日本語で答えております。よって、あのその日本語は、えー、速やかに掲載したわけでありますが、英文につきましては、これは正確を記さなければなりません。今、精査を行っております。作業が終わりましたら、掲載したいと考えています。 和田正宗君この慰安婦についての日韓合意では、ですね日本政府は慰安婦は制度例であると認めたと、事実に反する報道が海外で行われていることも含めて、ですねこれはあのしっかりとですね海外に発信をしていかなくてはならないというふうに思いますので、これ、速やかな対応をお願いしたいというふうに思います。え次に、沖縄・辺野古のキャンプシュアブのゲート前で、道路用地を不法占拠している活動家などのテントについてですが、明らかに違法行為なのに撤去しないのはなぜか、国交大臣、国家公安委員長に聞きます。 石井国土交通大臣普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々が、キャンプシュアブのゲート付近の道路区域に設けているテント等は、道路法第32条の規定に違反をしております。このため、道路管理者である沖縄総合事務局北部国道事務所が、これらを撤去するよう強く指導してきたところでございます。こうした指導により まあ当初、歩道を塞ぐ状況でございましたが、その歩道を塞ぐ状況はなくなっておりますが、まあ、依然として道路のり面、道路敷の斜面において、不法占用という状況は続いております。まあ、道路管理者といたしましては、引き続き適切に指導を行うとともに、関係機関とも連携し、違法状況の解消に向けて適切に対応してまいりたいと存じます。 河野大臣答えますか河野国家公安委員長あの。お尋ねのテントが設置されている場所は、あ国道事務所の管理士と認識しておりますので、一義的にはあ管理者がどのように管理権を行使するかということだと認識しております。まだ 明らかな違法行為ですので、これは速やかな撤去をお願いしたいというふうに思いますが、去年8月、沖縄タイムズの辺野古取材班は、北部国道事務所のろうそく組合員がキャンプシュワグゲート前でマイクを握りました、新基地建設に抗議する市民を監視する業務について、本来の仕事ではない、県民のための仕事がしたいと話しましたというものですが、明らかに国家公務員法、人事院規則に違反すると考えますが、処分しないんでしょうか。 内閣府大臣官房長お答え申し上げます沖縄総合事務局の北部国道事務所の職員が、平成27年8月31日、1日連休を取得して普天間飛行場代替施設の移設に反対する市民らが参集している名護市辺野古の国道329号キャンプシュワブのメインゲート前の集会において、所属する組合の委員長として発言したことは確認しております。 また、地元新聞社のツイッターや紙面で報道されたことも承知しているところでございます。当該職員から翌9月1日に事情を聞いたところ、集会での発言は事実であるが、本来の仕事ではないとの発言は、監視業務が過剰との趣旨だった旨の確認も行っているところでございます。さて、お尋ねの本人を処分すべきではないかとのご指摘でございますが、国家公務員法および人事院規則は、職員の職務の遂行の 政治的中立性を損なう恐れがある一定の政治的行為を規制しているところでございます。本件は、同法および同規則で限定列挙されました政治的目的および政治的行為のいずれにも該当しないと解釈されますことから、国家公務員法等に規定する政治的,的目的を持って行う政治的行為には当たらないと判断しているところでございます。また、当該職員は年次休暇を取得して集会に参加しておりますことから、職務専念義務違反にも当たらないと考えられます。しかしながら、 沖縄総合事務局が行っている道路不法占用事案に対する指導は、道路利用者のためのものであり、沖縄総合事務局の業務そのものでございます。当該職員の発言内容は、この指導が本来の業務ではなく、県民のための、県民のためではない仕事をしているとの誤解を与えかねず、公務に対する国民の信頼を失う恐れのある軽率な行為であったと考えております。ここうしたことから 翌9月2日に上司から当該職員に対し、速やかに厳重注意を行ったところでございます。以上でございます これが国家公務員法に違反しないとなったらです、ね、これ、何でもできちゃうわけでありまして、これについてはさらに聞いていきます。で時間がまもなくですので終わりますけれども、まあ、保育園落ちたから日本死ねという書き込みが議論になっておりますけれども、アベノミクスによる雇用環境の改善により、失業給付金は減少しておりまして、労働保険特会に積立金が数兆円積み上がっております。これを取り崩して、保育士の給与引き上げや増員などに使えば、こうした問題も改善されるはずです。これについいいてては次回以降質問ししきまますありがとうございました 以上で、えー、和田正宗君の質疑は終了いたしました次に山口和幸君の質疑を行います山口和幸君はい。 <laughs> 日本を元気にする会無所属会の山口和之でございますまずはじめに塩崎厚労大臣の方にお伺いしたいと思います、えーまあ、先日も共産党の小池委員の方から出てた内容になりますけれども要、えー、介護1・2の介護保険外しが検討されているんですけれども要支援の地域支援事業への移行で 影響も検証されないまま、検討は拙速ではないかという質問をしたいと思います。昨年10月、財務省の提案、資料を見ていただきたいと思うんですが、昨年10月、財務省の提案を示しながら大臣に見解を問うたところです、ね、養子園の訪問介護などが地域支援事業に円滑に移行することが重要。とというようよなことは やっぱり要支援をきちっとすることが先決ということで、まあ、そのときはそう話されました。財政審議会の提案の反論をちょっと期待しておりましたけれども、まあ、そこら辺は少し期待外れのところはありましたけれども、 まあ今回は厚労省自らが介護保険部会へ、要介護1、2の介護保険外しというような内容で、検討が始まっているようにも思います。要支援の地域支援事業の移行が、えー、移行がまだ始まった道半ばのな状況で、しっかりと検証されないまま、この見直しに入るというのは、拙速ではないかということを思うんですが、どうでしょうか。 先生の方から、平成26年の10月の30日の参議院厚労委員会におきまして、この前回の会合権を改正において、要支援者の方の予防給付のうち、訪問介護と通所介護を市町村が実施する、いわゆる地域支援事業に移行するということとしておりまして、これをまず円滑に実施することが重要だと考えている旨を、 ご答弁申し上げたところでございますで平成29年4月1日からすべ、まあ、ての市町村で移行することになっておりまして、まあ、3年かけてやると、まあ、こういうことでございますが、移行に向けた市町村職員を対象としてセミナーを開催するなど、厚労省としても引き続き円滑な施行に努めてまいりたいと思っておりまして、現在、市町村の中の6分の1ぐらいがこれ、移行したということでございます。またあの いわゆるその冒頭お話がありました、軽度者、要介護1、2のに対する生活援助、サービス等の在り方につきましては、昨年末に経済財政諮問会議において取りまとめられた経済財政再生計画の改革工程表、ここにおいてまあ検討事項とされたところでございまして、私どもとしては、この社会保障審議会の会合保部会、ここで、 高齢者の自立支援、介護の重度化防止といった介護圏の根本理念に立ち返って、軽度の要介護者の生活を支えるという、この支える観点から、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております山口和之君。はい、ありがとととううございいますあの根本理念の中の中自立支援ということで まあ、あの予防をしっかりしていくということなんですけれども、要支援の1、2に対してです、ね、要介護1、2の方々よりも軽い人たち、ですその方々の例えばあ、買い物ができなくなった、あるいは調理ができなくなったという方の軽い方の自立支援がちゃんとできないのに、重、え、度、ー、者の方をちゃんとできるわけがない。 しかも、幼稚園の1、2をやってた方々は、プロと言われている方々なんです。要するに、それをあの今回の幼稚園1、2が地域支援事業になったということはです、ねまああの、プロではなく、代替者でもいいだろうと、そこら辺のサービスについていいだろうということなんですが、実際に、 えー、軽い人たちを自立に持っていけないのに、養護会の1、2の人たちを素人の人たちが持っていけるかというふうなことを問いたいと思うんですね。えーまあ、専門職と呼ばれている人でさえ、家事の自立支援ができなかったのに、養、え、子、ー、園1、2を地域支援事業にして代替者でやろうということ自体が、給付のあり方として適当ではないと思うんですが、その辺のことをどうなったかお答え願えらればと思います。 厚生労働大臣政務官太田政務務官官田お答え申し上げます地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業は、これまで全国一律の給付であった要支援者の訪問介護、通所介護について、地域の実情に応じ、要支援者の多様な生活へのニーズに即して、 きめ細かく対応を可能とすする見直しを行ったものでございます従来の訪問介護、通所介護に相当する専門的なサービスを必要とする方には、これまでどおりですね、事業者からの、事業者からの同様のサービスを受けることができるということになっておりまして、それ以外にも、 多様なサービスを受ける基盤を作るということで npo や民間企業など多様な主体のサービスの充実を図ることとしたものでございます専門性といえばやはり看護医療系サービスだと思いますけれどもその部分につきましては介護予防日常生活支援総合事業に移行する対象とはせずに従来どおり予防給付で行うこととさせていただいておりますでサービスの利用に際しましてはこれまでと同様 地域包括支援センター等によるケアマネジメント、これをしっかり実施しまして、利用者の意向や心身の状態、環境等を踏まえまして、それぞれの高齢者にふさわしいサービスにつなげていきたいと考えております山口和之君。 ありがとうございますあのこれまでではだめだったので、えー、財務省から突っ込まれたわけですから、そこにしっかりと厚生労働の方としては反論していただきたいと思いますし、全国の質を上げていっていただきたいと思います。で次に、要介護度、軽度者への福祉用具の保険外しについて、また検討され始めたということですが、この件についてお伺いしたいと思います太田政務官。 えー、経度者にかかりますあの課題、再度ご質問ございました、あの福祉用具、貸与等の在り方についてですけれども、これは昨年の、昨年末に経済財政諮問会議で取りまとめられました、経済財政再生計画の改革工程用におきまして、検討事項とされております。で今年2月から社会保障審議会、えー、介護保険部会において、 大臣からも申し上げたとおり、次期介護保険制度改正に向けた議論を開始いたしておりますけれども、今後はこの中で、高齢者の自立支援や、介護の重度化防止といった介護保険の理念に沿いまして、介護が必要な方の生活を支えるというしっかりした観点から、検討を行ってまいります山口和之君。 いやもうありがたいお言葉ですのでしっかりとそれ間違いなくあの外さないように。 あの中身で勝負をしていいたただきたいんです一律外されたらです、ね、自立支援もへったくれもなくなってしまいますので、質をいかに必要な人にどういうふうに提供していくか、シナリオを作っていく能力の問題だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします、えー、次にです、ね、要介護1と要介護2の生活支援の介護保険から外す検討がなされてきているんですけれども、まあ、要は問題だったのは、あの当てがいサービスというところなんですね。 短絡的にできないからこれをサービスする、えー、まずそのほかにも、最近出てきているのは、活動と参加という言葉が出ているんですが、ADL、日常生活や IADL、手段的 ADL がしっかりとできないのに、えー、そこ、しっかりとできないことがもう結構重要なことですんで、世界に誇る介護保険になるように、えー 要は質の問題を何とかしていただきたいと思います、えー、塩崎大臣に最後にお聞きしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします塩崎厚生労働大臣あの介護保険制度の目的は介護を必要とする状態となっても心身の機能に応じて尊厳を持って自立した生活を送ることができるように支援をするということでありまして自立支援の考え方はあ先ほどから申し上げているように大変重要な 考え方であります先生はあのご専門の立場から、このような論点をお示しをいただきましたが、自立支援を進めていくために、排泄食事などの身の回りの生活行為であります ADL、そしてまた掃除、あるいは買い物などの生活行為である IADL の向上を含む介護要望の取り組みが不可欠だというふうに考えております。で2月1日にに私は和光市に 埼玉県の和光市に参りましたけれども、介護予防と自立支援に向けたケアマネジメントの取り組みを視察をいたしまして、養護園の方が ADL や IADL も含め改善をしているという話を聞きまして、その取り組みにまあ感銘を受けたところでございます。こうした先進事例をしっかりと横展開をして全国でまあいいことはやっぱりやってもらうということで自立支援に向けた 取り組みを強化していくことによって、えー、元気な高齢者を増やすことに取り組んでいく、それがまた社会の活力にもつながるんじゃないかと、まあ、そんなふうに考えております山口和之君、えー。専門家である以上は、少ない介入で素晴らしい効果を出すと、これが世界に誇れる日本の介護であるということをぜひ、あの全国津々浦々。 できるようにしていただきたいと思いますそうすれば麻生大臣も突っ込んでこないと思いますのでどうぞよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます以上で山口和之君の質疑は終了いたしました<笑><笑> 次に福島水穂さんの質疑を行います。福島水穂さん。はい。社民党の福島水穂です。まず丸川大臣にお聞きをします。大臣は年間100ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言をされました。どうしてこういう考え方になっていたんですか。丸川環境大臣。 私の2月7日の講演における発言のうち、福島に関連する発言については、すでに撤回をさせていただきました。福島をはじめとする被災者の皆様には、私の発言に関してご心配をおかけし、誠に申し訳なく思っております。そして、ICRP の考え方では、100ミリシーベルト以下のところについては、 緊急被曝状況、また現存被曝状況、そして計画的被曝状況ということで、それぞれ仮説に基づいた放射線防護の目安を設けておりまして、私はそのように理解をしております福島みんどうして100ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言を当時されたのか。 当時の認識をお聞きしています。あなたにこういう考え方を吹き込んだ人は誰ですか丸川環境大臣。ICRP は、100ミリシーベルトを下ったところは、直線的に被爆の線量と、そしてその影響が比例をするという仮説のモデルを用いて、目安を 防具基準を目安として設けているという理解をしております福島きさん。はいえー、今日は子どもたちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、放射性、えー、この一般公衆の年間制御限度、1ミリシーベルトという副読本で子どもたち勉強してるんですね、1ミリシーベルトだっていう理解はありますか。 丸川環境大臣計画的被曝状況において、放射線を出るような事業をやってらっしゃる方が、その一般の公衆に対して自分たちが管理する目安として、1ミリシーベルトを超えないようにするという考え方と、もう一つは事故が起きた後 緊急被爆状況のあと、ね、現存被爆状況になったときに、20ミリシーベルトから1ミリシーベルトの間の下方のほうで、その全身、だんだんと線量を減らしていくために、その中の目安として数字を取るということがございますが、その点を理解しております。 福島水さん、はい、一般人の通常時の年間被ばく量領、1ミリシーベルトという理解はあるんですか丸川環境大臣法律の中に明確に一般の公衆の被ばくの限度を1ミリシーベルトにしなさいというものはございません。 福島みずさん icrp の勧告でこれは3.11前も1ミリシーベルトが基準です子供たちの副読本も1ミリシーベルトになっていますがこれ間違ってるんですか、うん、いや1ミリシーベルトが基準だっていうのは違うんですかはいじゃあ丸川さん丸川大臣 1>, あの1ミリシーベルトというのが、あちょうど現存被爆状況と、それから計画的被爆状況のどちらもにも含まれている数字であるということは理解をしておりますが、福徳皇のことについては大変恐縮ですが、所管外でございます福島ず生さん、はい。ICRP ののの勧告が一般人の通常時の年間 被爆線量限度1ミリシーベルトとしているという理解はありますか丸川環境大臣先生がご指摘の点は、計画的被爆状況のことをおっしゃってるんだと思いますが。 あそれはあの一般的に事業者側がです、ねえー、その事業をやるにあたって、えー、放射性同位元素を出すような事業をされているときに、その事業を管理するときに、自分たちの敷地の中で働く人たちではなくて、その敷地の外におられる一般講習の方に、1ミリシーベルトを超えるものを与えてはいけないという、そういう管理の目安でございます。はい福島水 それが基準であれば、なぜ100ミリシーベルト以下ってなるんですか大丈夫ですか、大す丸川大環境大臣、はいいい 1> の、1ミリシーベルトを与えてはいけないというのは、その事業者の,側の管理の目安でありまして、あの 事故の直後は、100ミリシーベルトから20ミリシーベルトの範囲でという目安をまあ政策的に取っていくわけでありますし、その後、事故が落ち着いてきたところで、今度は現状の復帰を目指していく中で、徐々に線量を下げていくために、その現存被爆状況というものの中で、これは、あの 民主党政権時代にも示されておいてあの環境大臣も何度もご答弁になっておりますけれども、20ミリシーベルトの次は、例えば10ミリシーベルト、5ミリシーベルトというふうに目安を設けて、えー、除染を進めていくということだと理解をしております福島みずおさん。現在、1ミリシーベルトが基準だという理解はありますか。 はい丸川環境大臣。申し訳ありません、何の基準かを教えていただけますでしょうか。はい、福島みずおさん3.11前も後も、一般人の被爆線量の基準は1ミリシーベルトです、現在も1ミリシーベルトです、その理解はありますか丸川環境大臣。 ですので、平時の計画的被爆状況の1ミリシーベルト以下といいますのは、その,放射,の放射性物質を出されるような可能性のある事業者の方が、自分たちの敷地の中で働く人ではなくて、その一般の,その敷地の外の公衆の方々に、1ミリシーベルトを超える線量を出すようなことをしてはいけないという管理の目安でございます。 福島みずおさん一般公衆の人のが1ミリシーベルトだということが重要なんです、そのことについて理解がなく、100ミリシーベルト以下ということについては、明確に間違ってますよ、次にお聞きをしますえ、放射線管理区域の基準値の場所に1年間いたら、何ミリシーベルトになるか知っていますか、役人に聞かずに答えてくだわかる、丸川環境大臣。 あの敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実行線量1ミリシーベルトにならないように、えー、考えられて、基準が設けられていると理解をしております、はい、福島みずさん、はい。何ミリシーベルトですか、放射線管理区域内1年間いいい丸川旦那大臣。 通告はいただいておりませんけれども、お五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが、よろしいですか。はい。藤島瑞夫さん。はい。五点二ミリシーベルトです。白血病の労災認定の基準は年間何ミリシーベルトか知っていますか。 丸川大臣、はい、えー、これも通告はいただいておりませんが、5ミリシーベルトです。福島水尾さん、はい、5ミリシーベルトです。ということはですね、1ミリシーベルトだって。 だからこれ、100ミリシーベルトがいかに重いかっていうことですよ。放射線管理区域は防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。5ミリシーベルトだって重いですよ。それ、100ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。次に、えー、子ども被災者支援法9条の下では、国は現在でも支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが間違いないですね。 高木復興大臣ご指摘のとおり、子ども被災者支援法第9条では、支援対象地域から移動して、支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、移動先における住宅の確保に関する施策を講ずるものとされているところでございます福島みずおさん。はい、えー 子ども被災者支援法に基づいて実施されている数少ない施策の一つである公営住宅への入居円滑化によって、実際に公営住宅に入居することができたのは、都道府県別に何世帯あるでしょうか。高木福岡大臣 公営住宅への入居円滑化措置はあ、平成26年10月の開始以降、徐々に実態が広がっておりまして、今年し1月時点の調査で、委員は都道府県別とおっしゃってますけれども、まあ、35都道府県、と、 同県13政令市で実施しているところでございます本措置を利用して入居の応募をする際には避難元市町村が発行する居住実績証明書が必要となりますがその発行件数は今年2月末時点で97件でございます一方証明書を受けた避難者が 実際に公営住宅に応募したり、入居するとは限らず、最終的に本支援措置を使って、公営住宅に入居された方の数は国としては把握はいたしておりません。いずれにせよ、避難されている方々には安定した生活を実現するための選択肢の一つとして、本措置をご活用いただきたいと考えているところでございます。福島瑞生さん。はい 現在、復興庁で把握している避難区域外からの避難者のうち、2017年3月のみなし仮設等の給与打ち切り後も、避難先での居住を希望しているものは何世帯ですか。高木復興大臣 福島県の推定によりますと、避難指示区域外から自主的に避難されている方は約1万8000人と承知をいたしております。現在、福島県において、こうした方を対象として、機関や生活再建に向けた住宅の確保状況、あるいは移行の確保を目的とした住まいに関する移行調査を実施しているところと聞いておりまして、お尋ねのあった連絡先での居住を希望している世帯についても、この移行調査の中で明らかになるものと考えているところでございます。 福島みずおさん政府は把握してないんですか。高木復興大臣あの先ほど申し上げたとおり、福島県において今、1万8000人。 避難指示区域外から自主的に避難されている方がいらっしゃると、そうした方々に対して、今後、生活再建に向けたさまざまな意向調査を実施していくということでございます。そうした方に対して、これからのその意向調査の中で、いろんなことが明らかになるというふうに感じている、認識しているところでございます福島みずさん、はい。 福島県が用意した総合的支援策、具体的には福島県内外での公営住宅、雇用促進住宅、UR 賃貸住宅について、それぞれ何世帯の入居が可能と見込んでいますか。高木復興大臣福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、 子ども被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について、新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今、詳細を調整中だと、あるいはまた UR 賃貸住宅につきましては、入居申し込み時の申し込み資格を緩和などを行うものと承知をいたしております。したがって、それぞれの入居可能な個数を設けるものではないというふうに認識をいたしているところでございます。 福島みずおさん、はい、避難先での居住希望世帯と福島県外で確保できている世帯の数を把握できて、今の現状でないわけですよね、でそのギャップを埋めるために、国はどのような施策を講ずるんですか。高木大臣 福島県が実施しております移行調査では、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や移行の把握を行うこととされております。避難されている方々に方には民間賃貸住宅あるいは公営住宅、雇用促進住宅。 UR 賃貸住宅など、さまざまな入居のご希望があると考えられます。調査結果等を踏まえまして、福島県において、避難者それぞれの状況に応じた支援を行うものと考えておりまして、取り組み状況をしっかりと注視してまいりたい、そのように考えているところでございます、はい、福島水生さん。政府は把握してないんでしょう、その結果は上がってきてるんですか。高木大臣 あの先ほども申し上げましたけれども、福島県が実施している意向調査、これから期間や生活再建に向けた住宅の確保状況や移行の把握をこれから行うということになっているところでございます。 福島みずおさん母子避難等、二重生活を強いられている世帯を中心に、優勝での入荷が困難な世帯も存在します、えー、吉田千也さん、ルポ、母子避難や、それから、えー、日野幸介さんの原発機民など、本がありますけれども、本当に大変な生活を送っています。復復興興庁ではこののような世帯の数を把握していますか高木復興大臣 母子避難者、あるいは二重生活を強いられている方ということでございますか、復興庁ではそうした数字は把握はいたしておりませんんはい久島みずおさ優勝、はい、での入荷が困難な世帯は、みなし仮設の打ち切りにより、期間を余儀なくされると考えられますが、国はどのような施策を講ずるんでしょうか。高木復興大臣 私意向調査やあるいは個別訪問を通じて、ご指摘のように、有償での入国が困難な方がいらっしゃれば、福島県において避難者の個別具体のを状況を入じて支援を行うものと考えております。国としては、福島県の帰還・生活再建に向けた支援が円滑に進むように、県外の避難者に対する相談支援や情報提供の支援、 あるいは県内外の避難者のコミュニティ形成の活動の支援、被災者の方々の心の復興の取り組みの支援などに関しまして、被災者支援相互交付金の活用を通じた支援を検討していくところでございます。こうした取り組みを通じまして、避難者の方々が安心して生活を営むことができるように支援してまいりたい、このように考えております福島水夫さん、はい。打ち切られれば、本当にもっと貧困になる、でも健康の不安があっても、変えるしかない。 この選択をみんな迫られるわけです今日の説明でも、県が今調査中、国はやっておりません、まず誰が必要としているのかを把握する必要がありますし、政府として調査する必要があるんじゃないですか。中木復興大臣 あの国といたしましても、避難されている方々の意見、あるいはお考えをお伺いすることは重要だと考えております。まあ、これまでもさまざまな機会を捉え、お話をお聞きしてきました。えー、例えばあ、県外自主避難者等への情報支援事業における説明会、交流会、あるいはあ各種被災者支援団体が実施する会合、まあ、そういったところに、 復興庁副大臣あるいはまた職員が161回出席をいたしまして被災者等の意見要望などを直接聴取してきたところでございます一方で避難されている住民の方々よりきめ細かい対応を行うためにはより住民の方々に近い福島県に まあこのような調査を実施していただくことが適当と考えております国交庁といたしましても今後とも避難されている方々の意見をお伺いすましますけれども、まあ福島県とも情報を共有しつつ連携して取り組んでまいりたいこのように考えております福島みずおさん 3.115年目、政府がどんな責任でやるのか、全く見えていません、これから調査するんでしょ、う県も、おかしいですよ、事実を把握して打ち切りならまだ分かるけれども、打ち切りを決定した後にこれから調査する、国忘れを見守るだったら、復興庁いらないですよ、事実に基づかない施策はだめで、この打ち切り、仮設住宅の打ち切り、撤回してください。はい、答弁必要ですか必要です 被災者の方が、まあ、これからどういう生活をなされるか、帰還をなさる方もいらっしゃいますし、あるいは避難先で定住をなさる方もいらっしゃいます、いずれにしてもしっかりとそういった方々に対応するきめ細やかな対応していくということは必要だというふうに認識いたしております福島みずおさん。撤回すべきです。 え保安院は2011年3月11日以前に、15.7メートル以上の津波がやってくる試算を、東電から受けていますね田中原子力規制委員会委員長えと。私どもが調べたところによりますと、旧原子力安全保安院は、平成23年3月7日に、 福島第一原子力発電所に約15メートルの津波が襲来する可能性があるという東京電力の試算について説明を受けております。当時、東京電力が平成18年に改定された耐震設計審査指針及、およびよく平成19年に発生した新潟県中越沖地震の知見を踏まえた耐震バックチェックを実施中であり、旧不安院員は津波対策はその最終 報告書に盛り,込まれると盛り込まれるものと理解していたと承知しております。また、保安院は東京電力に対して、上岸地震869年に発生しておりますけれども、これについても最終報告に反映させるよう求めていたと承知しております。こうした中、旧保安院は試算について説明を受け、東京電力に早期に津波対策についての 検討を行い、耐震バックチェック最終報告書を提出するよう求めていたところであります。はい、福島水尾さん。四日後にまさに十五メートルの津波が来たわけです。二千十一年三月十三日、清水社長は想定外の津波だったと記者会見しました。これ嘘でしょう。これに関しては嘘ではないかと。なぜ嘘をつくのかと。 東電はこれは2008年にもう知ってて握りつぶしてきたわけです。3年間嘘だろうと保安委はなぜそこで言わなかったんですか。じゃ<や>あマラカ委員長。えっと私どもとしては今なぜそれを言わなかったかということについてはあの。 その理解するところではありませんけれども、保安院としては、うう先ほど申し上げましたように、いきちっと保安院としての,あの対応をしていたものと理解しております。す、はいはい、時間ですので終わります、ままた続きをやります以上で、えー、福島みずおさんの質疑は終了いたしました。 次に渡辺道太郎君の質疑を行います渡辺道太郎君え無所属の渡辺道太郎です7日の予算委員会の続きとなしましてまず資料用マについて質問いたします麻生大臣大臣 財務省の審議会の議事録を見ますと、飼料用米の助成について、厳しい意見が多いような気がいたします。まあ、厳しい意見というのは、例えばあの飼料用米ではなくて、飼料用トウ,モコシトウモロコシを作った方がいいのではないかといった意見があります。しかしですね、一度決めた目標ですので、助成をしつつ目標まで生産拡大をすることが望ましいのではないかなと思っておりまして、麻生財務大臣に飼料用米生産への助成について、 お見解を伺いたいいたと思います麻生財務大臣これは財政審において、昨年の11月10月か11月になったと思いますが、資料用前の取り扱いも含めまして、いわゆる水田農業の在り方というものを主として、財政、私ども財政やりますので、財政の面から議論が行われたものと承知をいたしておりますので、今後ともこういった活発な議論をいただければと思っております。 基本的には、主食用米の,の需要が年々減っております、昔、我々の世代だと1年3秒、今1票食べていませんから、だからそういった意味では、年々減少しておりますんで、人口も減るということになりますと、食料自給率とか、食料自給力の向上を図るということから、いわゆる主食用米から飼料用米等への転換に対して、今、財政支援を行っているというのは、もうご存じのとおりです。 また昨年3月に決定をいたしました食料農業農村基本計画において、この飼料用米等につきましては、生産努力目標の確実な達成に向けて、不断に点検しながら生産拡大を図るとされておりまして、確かこれは110万トンだったかな、なんとちょっと正確な記憶がありますが、110万トンぐらいのものを年にということになっていたと思いますが、いずれにいたしましても、 あの我々といたしましては飼料用米の生産拡大に当たりましてはこれは今後とも過大な国民負担というものを招かないという観点が一つものすごく大事なところですそして同時に農業の競争力の強化という面もありますんで強い創然いわゆる水田農業というものを作っていくという観点というものから我々は考えていかないきゃいかんと思いますので今後ともこの財政支援の在り方というものに関しましては不断な。 点検等々をやり続けていかねばならんところだと思っております基本としては今、閣議で決定されあ、いわゆる閣議決定をされました、この方向で今、進ませていただいております渡辺道太郎君。 私はなぜこのような質問をするかと申しますと、農家の方は結構こういった審議会の議論も把握されていまして、結構地元に行きますと、それが女性の削減になるのではないかという質問あ感じておられます、ぜひもちろん財務省の歳出削減に取り組んでおられる姿勢も、私もよく分かっておりますが、やはり目標を決めた以上はです、ね、生産拡大に向けてしっかりご支援いただきたいなと思っております。一旦ですね、えー まあ資料用前の話から少し一旦離れようと思っております麻生財務大臣、まあ、これからの日本の財政を考えますと、経済を良くしても、まあ、税収を増やすということも重要だと考えておりますが、今後です、ね、日本経済をよくしていく上えで、どのような取り組みが必要かと、お麻生財務大臣のご見解を伺いたいと思います。麻生財務大臣 1>, 1本目の矢2本目の矢ということでまずは金融緩和2番目に財政の機動的出動ということで1本2本というので間違いなくこの3年間その実績につきましては我々としては十分にその見合うものが出てきたと思っておりますが問題はこの3本目の矢でありましていわゆる民間の活力ということなんだと思いますが今私,私どもが見ております段階では少なくとも民間の会社企業の方々は いろんな形で円安に結果としてなってみたりまた資料輸入,輸入されておられます石油価格というものは大幅に下がったりしたおかげでかなりな企業が利益を出された、えー、去年の資料はまだ出ていませんが一昨年までで十四兆の十五約49兆円の内部留保を食べられるほどになっておられますが傍らその2年間を比べてみて その分分が給与に回った分はいくらかと言えば約5,000億ぐらいしか回っていないということで約10分の1しか回っとらんということだと思っておりますあ十分に100分の1しか回っとらんということになっておりますんで問題はこういったようなものをいわゆる大豆荷物を食べられたものを使って企業は生産性を上げない限りは いわゆる給料を払えませんから、そういった意味で生産性を上げるために、この20年間、ほぼ止まっていたと思われます設備投資等々について、今、新しい機会がずいぶん入っておりますし、そういったものにやっていくという民間の方向というものは、極めて大きい方向で気の、気の問題がありますので、そういったものが出てきませんと、消費拡大につながっていかんということなんだと思っております。同時に日本自身ととしてはは今後とも我々は 巨大な金融資本を得たことになりますけれども金融で飯を食っていくかこの国がかつてのイギリスのようにアメリカのように我々はそれでいくのかといえばやはり日本としてはやっぱりみんなでやるものづくりというのが我々の長い間培われてきた DNA の中に入り込まれ入り組み込まれているといもんだと思っておりますんでやっぱりみんなでやるものづくりというのは極めて大きな要素を でこの国が今後は稼いでいく上この国が国力として維持していく上に大事なものづくりというものはすごく大きなもんだと思ってそういったものに対する種というものはいくつかありますんで例えば地方で広島県呉なんていうところでまあ簡単にはサランラップ1枚ぐらいの薄さの中にシリコンウェアが5枚入る理屈としては分かりますけど現実問題はそれができるかと。 言ったらそれ現実作っての受けてる会社があるすごいことだと思いますけれどもそういったようなものを積み重ねていきますと簡単には人工知能というものがかなり小さなものができる計の何十倍と言われるようなものが電気洗濯機5台か6台ぐらいの間に入るということになりますのでそれがもうすでにこの6月に出てこようとしてきているそういったものはほとんど知られていませんけどそういったものに予算がつく。 それが新しい人工知能を生み出す新しい技術を生み出していくというようなものに対して私どもはもっと真剣に応援をするべきはこういったところでありましょうしまたそこら辺で飛び交わっているのは電波に無線電話に専用回線ができる無線電話の専用回線って私の頭には全然ついていかないんですが現実問題としてそれはもう特許が下りておりますんでそれも日本人が取った特許です。 そういったようなものっていうのはいくつもありますけれども、そういったものに対して応援をしていくところから新しいシーズンが生まれてくる、民間っていうのはそういうところから出てくる、われわれはその基本を作るだけ、基本的にそう思っております<上>渡辺光太郎君 <coughs>。大臣のご見解いただきました。ぜひ、ね、地方への応援をよろししくお願いいたしますあの私も 地方の中小企業で働いておりました、ものづくりになってきたのも地方の中小企業であります。ぜひですね、大企業だけではなくて、地方の中小企業まで投資ができるような環境づくりをお願いしたいと思っています。ではですね、飼料用米に話を戻したいと思っております。ここから先は農林水産大臣に伺いたいと思っています。まず、まず構築連携でのコスト削減について伺います。飼料用米の生産拡大は、 生産や流通のコスト削減と、農家の酪農地畜産の連携が成功の鍵だと私は思っています。多種米においては、今、食用米で使われている肥料米ではなく、例えば、構築連携で家畜由来の堆肥をです、ね、水田に使うことができれば、こそ削減と効率化につながるという意見もあります。しかし一方で、こうしたことはです、ね、技術的などの観点から課題があるようでして、現在も、 構築連携での女性の仕組みはあるのですが、ぜひですね、えー、飼料用米生産がより軌道に乗るような構築連携の支援をご検討いただきたいと思っておるのですが、えー、大臣はどのようにお考えでしょうか。森山農林水産大臣、渡辺委員にお答えをいたします。飼料用米の生産コストの低減に向けまして、農水省ではいろいろ議論を重ねてまいりました。 昨年の12月に公表いたしました飼料用米生産コスト低減マニュアルにおきまして今、委員ご指摘のようにですね多種品種の活用の際、知力の維持のために十分なを堆肥のせのようが重要なことを1つ挙げましたまた、構築連携によって対比を安価に入することにより 肥料費の低減が可肥の利用促進につきましては、強い農業づくり交付金や、いわゆる畜産クラスター事業等によりまして、大肥の生産、流通の整備等を支援をしておりまして、まあ、このような支援を活用いたしまして、今後とも飼料用前の生産に向けた積極的な大肥の 利活用を図ってまいりたいと思っております渡辺民主太郎君ぜひですね、構築連携、より一層ご支援いただきたいなと思っております。次にです、ね、女性の申請の事務負担について伺いたいと思います。 現場の農家の方にお聞きしますと、女性の申請が非常に煩雑で、負担になっているという声が多くいただいております、もちろんこれは女性と、女性となると、税金が原資となるわけですから、手続きや所管を簡略化するというのは難しい問題だと私も理解はしております、しかしです、ね、やはりその事務負担が大変なんで、来年からは狩猟米作るのやめようかと思っているという方もいただきますので、 健康のその相反するような話ではあるのですが、まあ、大臣はあのこの事務負担について、今後どのようにお考えなのか、ちょっとご意見を伺いたいと思います森山農林水産大臣。お答えいたします。あの飼料4枚の助成申請に当たりましては、まあ、生産者からどうしてもご理解をいただかなきゃならないことが、2つ最小限あるなと思っております。 まあ、一つはあのー、飼料用米で申請をされたものが、主食米に横流しされるようなことがあっては大変なことでございますので、まず、うどこに飼料米を打ったかということそれ、その数量というものを的確に捉えなければなりません。また、交付金を適切に払う観点から、栽培面積と、 収穫量で金額が決まっておるシステムでございますので、まあ、短収などについてもきちっとご報告をいただくということが、事業を適切に執行する観点から、必要最小限の事務手続きであると考えておりますので、今、委員ご指摘のようにあの、事務負担をできるだけ軽減化していくことは大事なことでございますので、今申し上げました2つのことをしっかりとおやりいただいて、できるだけ 簡素化してまいりたいと考えております。渡辺満一太郎君、はい、あの横流しの問題などもありますので、なかなか簡単に行く話ではないと私も思っております。ぜひですね。まあ、いろいろな方のご意見も頂戴して、今後改善をしていただければと思っております。次にですね。まあ、将来的な貿易問題リフスクについて伺いたいと思います。 現在、年間1000万トン以上の飼料用トウモロコシを海外から輸入しています。今後ですね、飼料用米を2025年に110万トン生産するという目標があり、さらに、 450万トンはトウモロコシから使用量米に、まあ、置き換え可能であるとしています。しかし一方でこれ、あの将来的に、まあ、トウモロコシの輸入国から、あ輸出国から、飼料用米の女性をこう問題視していくというリスクはあ大丈夫なのでしょうか、大臣に伺いたいと思います森山農林水産大臣あの、今現在、委員ご指摘のとおり、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンから、 大体年間1000万トン程度のトウモロコシの輸入をしておりまして残念ながら飼料の自給率は27%にとどまっておりますまあ一方食料の自給率や自給力の向上を図るためには国産飼料の生産の拡大というのは非常に重要な課題でございますまあこのために飼料用米について水田活用の直接支払い貢献による助成などによりまして生産性を向上させつつ 生産の拡大を図っているところでございますが、まあ、この助成金につきましては、WTO の緑の政策のルールに整合したものでございますので、国際的に問題となるものではないと考えておりまして、引き続き着実な執行を図ってまいりたいと考えております渡辺道太郎君。 今、大臣から自給率27%という数字がありました。輸入飼料の今、値段の高止まりはずっと続いておりまして、私も国内での場料と調達はです、ね、どん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 推し進めていただきたいなと思っております。今後もこういった質問などをさせていただきたいなと思っております。あの時間にそろそろろなりりうままで質問をたたいいいとと思いますありがとうございました 以上で渡辺道太郎君の質疑は終了いたしましたいい、ねえー、次に平野達夫君の質疑を行います ございます前回に引き続きであの、原発事故と避難ということについて、えー、お聞きしたいと思います。あの冒頭、河野大臣、ちょっとここにも通告してなかったんですけれども、日本列島の地学的っていいますか、地球物理学的っていいますか、まあ、地震とか火山とか、まあ、いろいろ多発するわけですが、この特殊性ということについて、防災担当大臣としてどのように見解を持っておられますか、簡単でいいこです。 河野防災担当大臣あの日本が置かれているプレート上の場所その他を考えますと、地震、津波、あるいは火山といった非常に大きなリスクを抱えながら、われわれは暮らしていかなければいけないという状況にあると思います平野達夫君。 あのおまさにそのプレートテクトニクス理論というのは、まあ、1960年代に出てきた新しい理論なんですが、それでもってさまざまなことが明らかになってきているということだと思います。地震、それから火山、津波、えー、これ、本当に多発します、その中で原子力発電所をおで原子力によって発電をするということについて、これ、河野大臣と丸,山あの丸川大臣、どのような見解を持っておられますか。河野 防災担当大臣あの日本が地理的な状況から地震ですとか、津波火山というリスクを抱えているというのは申し上げたとおりでございますが、それと原子力発電の関係につきましては、諸障害でございますので、閣僚として答弁する立場にございません丸川環境大臣。 ご指摘のとおり、一般的に我が国は地震災害、津波災害といった自然災害が多い地域だと思います。我が国の原子力発電所については、原子力規制委員会が、このような我が国の自然条件の特性を踏まえ、想定される最大級の地震や津波、火山活動などに対し、発電所の安全機能が損なわれないことを新たな規制基準で定めて、ま、求めています。これに基づき、厳格に適合性審査が進められているところと承知をしております。 平野君あの河野大臣は、ね、防災担当大臣ですから、原発事故と天災が重なった場合の避難をどうするかっていう意味においては、防災担当大臣はですねこれ、無関心で入れるわけないんです、もう一度ちょっと見解をお伺いします河野防災担当大臣。あの 災害対応には想定外ということがあってはならないというふうに考えておりますので、さまざまな可能性を考慮して、えー、避難計画というのは作っていかなければならないというふうに思っております。あの原子力防災部局をはじめ、政府内のさまざまな機関と連携しながら、えー、避難計画、しっかりやってまいりたいと思います。平野太郎君 福島原発事故はです、ね、天災が誘発をしたというにおいては、世界で初めてなんです。津波と地震と原発事故が重なる、これ、大変なことです。そ,のそういうです、ね、天災が原発事故を誘発するリスクというのはです、ね、日本が持っているかなり得意なリスクではないかというふうに思いますが、河野大臣と丸川大臣、どのように認識されてますか、はい、河野防災担当大臣。 あの原子力災害については諸障害でございますので、閣僚として答弁する立場にございません <laughs> 丸川環境大臣、はい、あの委員ご指摘のとおり、あの東京電力福島第一原子力発電所の事故の例にあるように。 自然災災害害と原子力災害が同時に発生することを念頭に置いた対応は必要です、えー、既にあの私ども防災訓練を一緒にやらせて、えー、すみません、原子力総合防災訓練をやらせていただくときも河野大臣と連携をしながらやらせていただいております平野達夫君あの。河野大臣、あんまりそこはね、かたくなに考えない方がいいと思いますよ。これはね、本当にね、防災担当大臣しても考えてこないちゃならない話なんです。 私が言ったのは、ね、原子力事故の非難を言ってるんじゃないんです。天災と原子力事故は重なったことを言ってるんです。さっきのような答弁であっない。ちょっとこれは、私は納得できませんね厚労大臣あの。防災担当大臣として、自然災害に対する対応は万全を期してまいりたいと思います。広野達夫君 意外と頑固ですねこれは何回も言ったように、普通の天災と違うんです、そこに原発事故が重なったときに、そこをどのように考えるかという質問なんです、もう一度、ご答弁いただけますか河野防災担当大臣。 あの平成26年でしたか、防災部局から原子力防災部局というのが切り離されて、今、原子力災害に関しては原子力防災部局が担当することになっております時間がありませんから、あれなんですが、ちょっと残念な答弁ではありますね、ちょっとどこじゃない、かなり残念です。それで 原発事故と天災が重なった場合、どういうことが起こるか、どういうことを考えますか、丸川大臣丸川環境大臣、はい、複合災害の発生時には、自然災害の被災者を救援、救助するとともに、原子力災害に伴う住民の避難を確実に実施しなければなりません平野達夫君。福島はですね 地震の被害っていうのは、そんなに福島原発事故のときの地震の被害っていうのは、直接の被害っていうのは大きなものは出ていません。ただ、直下型の地震が起こったときには、道路が破壊される可能性があります。逃げたくても逃げられない場合が出てくるんです。福島原発事故はですね道路が大丈夫だった、海沿いはだめでしたからだけど、だから逃げられました。だけど逃げられないことが出てくる、特に大きな地震の場合は、そういうことが想定されます。 これは原発災害なのか、自然災害なのか、どちらか分かりません、これ両方なんです、多分そこはどのように考えられますか丸川環境大臣ご指摘のような複合災害で道路が寸断された場合。 に備えて、あらかじめあの住民の避難が円滑にできるように準備をしておかなければなりません。具体的には、その寸断というのを念頭において、あらかじめ複数の避難経路を用意しておくことえ、そして道路の復旧等の警戒作業を実施できる体制を整えること、そして陸路による避難のほかに、回路、また空路による避難手段を用意することや、一時的に放射線影響を回避できる屋内待避施設を用意することとしております。またどう 道路の状況についても、道路管理者はもちろんのこと、必要に応じて自衛隊により、その状況を把握して、適切な避難指示を行うこととしております平野達夫君。だからそういうね、思いつきみたいなことを言われてもね、本当にピンとこないんですよ、いいですか、大地震が起こったら、大地震で大災害が起こるんです。いつどうやって原発のところにヘリコプター飛ばせますか、それから大地,大地震が起こったら停電しますよ。 住民はどう,いうどういう経路で情報を把握しますか。そういう,ふう,そう,いう絵を描いて、こういうふうにやればこうなるだろう、避難するという、そういう姿っていうのは、福島第一原発事故の当初の避難計画と全く同じ考え方です。何にも考えてないと,と、同じことになっちゃうんですよ。そこの問題が、どういう問題が起こるかということについては、想像力をたくましくして計画を作らなくちゃならないし、これは防災担当としても,とととしても無視できない話だと思うんですよ。 丸川大臣どう思われますかもう一度丸川環境大臣あの。今、原子力災害対策支援に沿って地域防災計画、避難計画を作成するときにはあの、関係省庁、 また関係の自治体も入って作っておりまして、具体的かつか合理的な緊急時の対応の作成を進めております、でご指摘の通信手段等については、多重化を図るということで、設備を強化したり、また住民への避難指示についても、緊急情報メールを含む多様な通信手段を用いることによって、適切な情報を伝達するというのは、あの福島の事故の経験を踏まえて、私ども今、進めていることでございます平野達夫君。 前回、私はあの避難の状況についての総括をすべきだと、委員会を立ち上げて総括すべきだということを言いました。なんでああいうことを疑っていますとですね、今の今日のお話で分かると思いますけれども、あそこで何が起こったのかということはですね、単なるアンケート調査だけじゃ分からないんです。相当綿密さ、いろんなことが起こりました。短時間では言えないぐらいのいろんなことが起こっています。その中で、避難がどういう過酷な状態に置かれて避難をしなしたばなはないか。場合によったら ひょっとしたら避難がやろうと思ってもできないかもしれない。こういう状況でさえ総括することになって、いろんな議論として出てくるはずなんです。そういう議論を一切しないでね、仙台原発については、自然災害との,との複合災害という観点を抜きにして、避難計画を作ってる。福島原発の事故の最大のいろんな教訓がありますけれども、それは斎藤のあれを強化するというだけじゃないですよ。 現実問題として、あそこに避難,所あの避難者がどういう状況になって、本当にあのあの情報も入ってこない、どこでどうやって逃げてるんだかわからない、そういうことが、ね、もっともっと過酷な状況で起こるかもしれないということなんです。このことを、ね、きっちり総括するということがね、全く今、抜けてる、これは。抜けていて何とかわからないですけども。 原発の再稼働だけどんどん進めてる。でね、これ、どこでやるんですかって言っ前回も満回も言ったけど、役人みんな嫌がるの、みんな。こういう総括をするの委員会も立ち上げられちゃあんまりないけども。だけど、政府の責任として、福島第一原発であれだけの被害が起こって、そしていまだにこれだけの10万人近い避難者がいる状況の中で、ですねそもそもどういう状況が起こった、これを次にどうやって役立てていくか。 この総括っていうのは。繰り返しますけれども、河野大臣、あなたがやるしかないと思いますよ、私は。今日はその返事結構ですけれども、またこれはですね。あの委員会でまたやらせていただ、いたきたいと思います。んいや時間だけど、まあ、時間見ながらやってますから、まあ、そういうことで。今日は終わらせていただきたいというふうに思います。以上です。 以上で平野達夫君の質疑は終了いたしました。えー、次回は、明10日午前9時から公聴会を開会することとし、本日はこれにて参加いたします。